ことアボカドのポテトサラダを作ります。じゃがいも 100g を耐熱皿に入れ、軽くラップをし、500ワットのレンジで4分ほど加熱します。ニンニク1かけを入れ、20回ほどブンブン引っ張ります。加熱したじゃがいもを加え、10回ほどブンブン引っ張ります。アボカド1個、牛乳 20cc、マヨネーズ大さじ2、砂糖小さじ1/2、ケチャップ大さじ1、塩コショウ適量を入れ、10回ほどブンブン引っ張ります。均等になるよう途中上下に揺らします。葉物部分を外し、ゆでだこ 50g を加え、混ぜ合わせたら完成です。